はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。猫ババア様、福美様、お手紙いただきました。ありがとうございます。花房様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に、ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登院登録よろしくお願いいたします。11月23日15時17時新大阪駅付近でメール登院懇親会、定数残りわずか、本当にわずかになりました。ご応募 お早めによろしくお願いいたします。12月末に東京で、懇親会、来年1月に福岡で開催予定であります。自民党員さんからご質問ありまして、メール党員になりたいが自民は他党員との兼任を禁止している、他党員になると自民党員の資格がなくなるらしいんですけれども、日本改革党はですね、あの政党交付金がもらえる公党じゃないので自民との兼任は大丈夫です。厳密に言うとですね、今の日本にはあの厳密に政党と呼べるものは9つしかないんですね、実は。だから大丈夫です。神奈川県綾瀬市選管、外国人にも投票所入場券を発送、しゃあないので外国人の票も有効にする。おい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 、何勝手に外国人参政権を実現しちゃってくれてんの。ミスったとか言ってるけど、どうだかね、わかんないですね。世論です、大問題だろ。本当にミスか。外国人参政権だね、わざとだな。これ主権の侵害だぞ。外観誘致で死刑、勝手に外国人参政権、これ大々的にニュースで取り上げて研修しろよ。普通に犯罪なんだから逮捕しろよ。確認不足のまま本人と思い込んだってどういうこと。綾瀬の投票全部無効にしろ。そうだよね、あのやり直し、無効にしてやり直し、このぐらいやんないとダメだぞこの問題。綾瀬市は大和市、海老名市、座間市とともに神奈川13区なんですけれども、前回、衆院選はですね、一騎打ちの末、立憲の太秀氏が甘利明幹事長を下して当選。一騎打ちだった。2人しか立候補しなかった。票差はですね、13万124票と12万4595票なんで、およそ5000票ほどの差しかなかった。接戦だった。甘利さんは惜敗率で比例復活したんですけれども、責任取って幹事長辞任しましたね。今回は引退して新人出してるみたい、自民は。今回一騎打ちじゃなくて、自民新人、立憲の太り、共産、維新、参政党の5人が立候補しております。自民は嫌っていう、そうですね、維新、共産、参政が吸収して、立憲の太りはだいぶ劣勢、不利、票を減らすと、思われっていうか見られてるんですけど、そこでですよ、綾瀬市選管がですね、外国人にも参政権を与えたと。立憲太りの応援のためと、相対的にですね、あの自民の票比率減らすためでしょうね。ミスった、信じねえよそんなの。徹底的に責任追及してですね、外国のスパイあぶり出せ、再発防止のために法整備してくんないかな。なんならあの外観誘致罪に準ずる厳罰ね、無期懲役とかね。こんなの前代未聞ですから、聞いたことねえから、それを罰する法律もないかもしんないな、これ。もしかしたら石破総理選挙演説、自民党は野党は3年3ヶ月やった、あの時公正公平公正で正直で誠実な自民党になろうと誓ったはずだ。もう一度その気持ちを思い出し自民党を立て直すと。2012年末に政権奪還してるんだが、まだ立て直せてなかったのかよって。したらね、お前ね、立て直せてないって言ったら、安倍さんやガースや増税メガネに失礼なんじゃないのかなーって、世論です。でもルール守らない嘘つきにも任せたくないし、あんたらに任せ続けた結果が現状なんだが、石破辞任まであと26時間となりました。野党政権だったら株価だだ下がるのかな。野党に任せられないのは同意だけど、お前らもひどいぞ。明日夜、石破首相が辞任の意向を固めるの速報が流れる。やかましい選挙か、廃止してくんない。野党に任せるわけにもいかないとも言ったみたいであります。だったら与党内公明党、与党内野党の公明党と手切れしてほしいですね。石破執行部がバカで非公認と比例復活不可で自分の手足を縛った結果、自民単独過半数割は確実なんですけど、だったらどっかと連立はしなくちゃいけないですけど、今回の選挙国民民主が好調なんですよね。で、自公連立じゃなくて
自国連立で過半数取れるので公明党を切るかと言ったらそれしないんですね。それやるとですね、地方議会が立ち行かなくなるんですよ。多くの地方議会で自民党過半数ないんですね。公明党とくっつかないと、過半数いかなくて全て赤の思い通りになっちゃうんですよ。党派発祥の地豊島区はもっとひどくてですね、自民と公明と党派が賛成しないと過半数なかったんですね。だいぶ党派も勢い落ちてますけどね、今はね。25日までに有権者の 16% に当たる1643万人が期日前投票したみたいであります。投票率5割とすると、まあ、有権者の半分が選挙行かないとすると3割ぐらいの人、選挙に行く3割ぐらいの人が期日前投票を利用したってことになりますね。期日前投票が最も増加したのは 18% 増の鳥取県。皆さん勢い込んで鳥取初の総理になった石破に投票したんでしょうか。浮かれて最も減少したのが 9% 減少の兵庫県。知事のせいで政治不信になっちゃったのかな。世論です。 1% しか減ってない。これ前回選挙よりも期日前投票が 1% しか減ってないみたいであります。投票率を落とすステマは効かなかった模様。今回はどういうわけか、投票権来るのが遅かったが、その割には誤差の範囲内で収まった感じ。今回の投票率は 50% 台前半濃厚化。昨夜期日前行ってきたけど大行列だった。鳥取はしゃぎすぎで草。危険の5割は今の生活に満足してるみたいだし、お前ら選挙行けよ、俺はこれから行ってくる。政治に文句を言いたいやつは選挙に行け。前回の衆院選、投票率 55.93%、まあ、およそ 56%。 今回どうなんでしょうね。急な解散だったから減るのかな。それとも自民党不祥事に起こる有権者が投票に行って増えるのかな。テレビは盛んにですね、自民は金に汚くて立憲はクリーンって嘘を宣伝してますけど、それ嘘ですからね。それが本当だとしても金にクリーンな立憲よりも金に汚い自民党の方がマシなのは確かであります。選挙違反でこれまで9人を逮捕。いずれも選挙ポスターを剥がすなど妨害行為。警告件数は743件、うち禁止場所にポスターを貼るのが548件。掲示板じゃないとこにポスター貼っちゃう法定外のチラシ配布が171件。これ法定外っていうのは選挙中に配れるチラシの数がですね、選挙によって決まってまして、印紙貼って配らなきゃいけない。地方議会だとまあ2000枚とかですね。国政選挙だと何万枚までとか。この印紙貼りも選挙ボランティアの重労働で大変なんですよね。警告じゃなくて逮捕しろ。令和信者の民度低すぎる。令和信者と決めつけてますが、まあ、やりそうですけどね。自民の投票する劣等民族に何をしてもいいと思ってそう。書き換えられないように投票にはボールペンを持っていこう。共産党員がなぜいつも不起訴になるのか不思議。綾瀬の外人不正投票は。野党の選挙違反にはだんまりのマスゴミ。音来た音襲った奴らは捕まったのかね。維新から立候補 してる音来たさん、芝木隊に突き飛ばされて怪我したんだってね。そんなことしても立憲共産の票増えないのにようやるわ。綾瀬氏の選管も逮捕されないとおかしいと思うんですけど、選挙後に逮捕するのかな。もしかしたら前代未聞のことで罰する法律ないかもしれないですね。今日の単身です。4割の自治体が投票時間を早じまい。20時まで、なんですけれども、普通の自治体は4割の自治体が、もっと早く閉めるそうであります。1998年の法改正で20時まで開けてても誰も来ないようなとこは早じまいしてもええよということになったらしい。宇都宮でも、今年初めて1時間繰り上げて19時終了になるそうであります。宇都宮って結構でかい都市なんですけどね。それでもそうなのか。背景にはですね、地方公務員のなり手不足、長時間労働させてはならないっていうのがあるみたいなんですよね。インデナイスから昔と違って3割が期日前投票するんだしね。なんか4時までだって朝の4時、投票日の朝6時からバタバタ用意して、で開票作業をやって、で開放されるのは朝の4時だってんですよ。地方公務員かわいそうだね。共産党防衛費を削って社会保障費に。
6兆円の防衛費を仮に半分削っても社会保障費134兆円の 2% にしかならんと話題になっておりました。まあ、共産党が防衛費を削りたいのは福祉を増やしたいわけじゃなくて人民軍のためですけどね。公明党も人民軍の日本占領のためにせっせとハングル艦隊辞表記増やしてますよね。人民軍ってのは中国人民解放軍と北朝鮮人民軍のことね。だからハングル表記もやってると。11月1日から改正道交法施行。スマホ自転車1万2000円。傘差し自転車5000円。イヤホン自転車5000円の罰金刑になります。皆様ご注意ください。昔 RZ250 っていうバイク乗ってた時にウォークマンとイヤホンで実験したことあるんですけど、超危険だってすぐ気づいてすぐにやめました。周囲の音が聞こえないのは自転車やバイク超危険であります。RZ250 ジャジャ馬で面白いバイクでした。リッター12キロぐらいしか走んなくてね、当時はそれで普通だったんですけども、今はプリウスがリッター30キロ走る時代ですから、まあこういうバイクは淘汰されていくんだろうな。ロシア国債の金利が 21% に上昇。これ返せないって言ってないが、日本国債 2% もねえのに。岡田敏夫さん、戦争が減ったのはそれ以外の方法で利益を得た方が断然いいって気がついたから。昔は領土イコール富だったが、今全然そうじゃないですもんね。これを機に北方領土維持できないほどロシアが弱ってくれるのが日本人の利益であります。ロシア擁護している人の気が知れねえよな。ロシアがウクライナでうまいことをやったら調子に乗って北海道に攻めてくるのにさ。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。自民党員さんでも、日本改革党メール党員になるのは何ら差し支えありませんのでよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。